源氏物語源氏物語各条のあらすじ、赤し、赤しは、源氏物語五十四条の巻名の一つ、第十三条。妻は激しい嵐が続き、光る源氏は、住吉の神に祈ったが、ついには落雷で、屋敷が火事に見舞われた。嵐が収まった明け方、源氏の夢に小切壺帝が現れ、住吉の神の導きに従い、妻を離れるように告げる。 その予言通り、翌朝、赤紙入道が、向かいの船に乗って現れ、源氏一行は、赤紙へと移った。入道は源氏を屋敷に迎えて、手厚くもてなし、かねてとの基人と、しゅわせようと考えていた一人娘を、この機会に、源氏に差し出そうとする。当の娘は身分違いすぎると気が進まなかったが、源氏は、娘と文のやりとりを交わすうちにその教養の深さや、 人柄に惹かれ、ついに八月自ら娘のもとを訪れて、ちぎりを交わした。このことを、源氏は、とで留守を預かる、紫の上に、文で伝えたが、紫の上は、とのは、ひどいと嘆き悲しみ、源氏の浮気をなじる内容の文を送る。紫の上の怒りがこらえた源氏は、その後、赤石の味方への通いが、魔道になり赤石入道一家は、焼きもきする。一方は、 大城大臣が亡くなり、古希戸の大さきも病に倒れて、自らも夢で切り壺三角に叱責され、眼病を患い、気弱になった須作帝はついに、源氏の召喚を決意した。息子の決断に、古希戸の大木崎はショックを受け、ついに、源氏を追い落とせなかった徳屋しなき。晴れて許された源氏は戸へ戻ることになったが、その頃すでに、明石の味方は、 源氏の子を身ごもっており、別れを嘆く証の味方に源氏はいつか必ず戸へ迎えることを約束するのだった。ありがとうございます。